金色上海シームスエピソーコペエリスは上海本科の昆虫の一つ。上海本に似てより大型で、全肢は鈍い金色をしている。体長20から23ミリメートルに達する甲虫。体の色はオウムネクロで、触覚、後期、前胸背の両縁、前胸の覆面、腹部腹板の後縁、不足の形節と、節などが高褐色をしている。 全種は全体に、青銅色ない種は紫動色で、美しい金属光沢を放っており、ただしその先端部だけは、高褐色となっている。頭部は大きくて頭頂部にごく小さな天国が密生しており、また、褐色の短い毛が生えている。触角は、糸状で細長い。器部の、第一節から第三節までは、先のものほど短く、第三節が、 最も短くなっており、第四節は第三節の2倍、近い長さを持つ。また、オスでは、第六節から第九節までに弱くて、短い溝がある。前胸背は、横長のほぼ長方形で、前の端も後ろの端もやや丸まり、外側の円は少し上向きに沿っており、背面は全体に、細かな天国と柔らかい毛をまばらに備える。前肢の表面はやや荒い天国と、 微小な下流が並び、シワが寄ったような表面となっており、褐色の毛がまばらにある。また2から3本のはっきりしない縦向きの隆起線がある。成虫は5から6月に出現し、花などに集まっているのが見られる。本州では関東異星、それに四国と九州に分布する。黒沢他では本州を含む金色状海賊のものとして他に7種が取り上げられているが、 ほぼ退職で判別ができる。本種のように、金属光沢を持つものに、姫金色上階 T ミダスやシマ紫上階 T、ツシメンシスがあるが、これらはやや小型で体長が2 0ト、mm、ルに達しない。以下のような亜種がある以下、種として、石井他編、P1046、中根他、P61、黒沢他、P112 日本産上階本化、チェックリスト、 2019年6月12日閲覧。ありがとうございます。